王子富田。はいはい。どんな方なのかこう言える範囲で。ですね、なんていうの、いわゆるご本人ではないです。あ、え、助っ人なのに、はい、ご本人ではない。はい、僕がこのネタをやるためにどうしても必要なアイテムを。果たしてコージー富田さんの助っ人アイテムとは。おなじみの島田紳助さんに扮して登場、モノマネ某局感謝祭のスタートです。こんばんは、島田紳助です。こんばんは、島崎和歌子です。すごいですね、5時間生放送、はいはい、始まりましたけどね、はい、この番組に始まってね11年経つんですよ、はいはい、当時だから18だったね、和歌子はね、はい、今年で29なんですよね、はい、はい、すっかりおばさんですよね。そう、私もすっかりおばさんになっちゃってね。うるせえよ。さあ、それでは行きましょう、全員スタンダップ、はい、問題です。ごめんなさい、まだ問題が来てないようです。すいませんね、生放送ですからね。ごめんなさいね、はい、あ、今赤坂ミニマラソンからゆうたろさん帰ってきました。カメラの前気をつけてください。今帰ってきたんですか、はい、遅いですね、はい、何時間走ってるんでしょう ね、はい、問題が来たようです。はい、行きましょう、はい、行きましょう、問題です。まずはこちらをお聞きください。うるせえよバーカ、どうなってるわけ、ビビってんじゃねえよ。さて誰の声でしょう。レディーゴー。まだ金はなりませんね、最後の問題と思った人もいますけどね、まだ金はなりませんね。はい、行きましょうか、はい、行きます、はい、アンサーチェック。正解はこちら、正解3番コージー富田さんでした。そうなんです、3番僕なんですよね、はい、続いていきたいと思います。はい、ね、こんな問題にもですね、はい、予選をしていきます、はい、予選をしこの人、はい、あとおかえさんです。俺かよ、押してんのによ動かねえんだよ、なんだかな。壊さないでくださいよ。お願いします。いいですか。もうバカ力ですからね。はい、さてこの後第2回赤坂5丁目ミニマラソンなんですが、その前にコマーシャルでーす。ありがとうございます。